どうも、こんにちは、トリチャンネルのことです。今からなんですけど、次はさやかちゃんのダーツの悩み、横ずれ、横ずれの方が多いです、うん、横ずれが多いと。今日は横ずれ対策を一緒にやっていこう、はい、じゃあまずはこう右に立ったり真ん中に立ったり左に立ったりって自分の好きな立ち位置を探すっていう練習をしたりと近くで近くでまず、この辺とか立ちに行って真ん中狙って真ん中に行きやすい、もう腕をパッて振っただけでこの1とこう19と17の縦の列に矢が飛ぶところで感覚を使って、そう、うん、いいね、上手。僕は同じように立ってみて、なるほど、いいよ、うまい。じゃあちょっとずつ下がっていく。うまいね。目つぶってみて。でそのまま投げてみて。うん、いいよ、目つぶって。はい、OK。じゃあ目つぶってもここ入ってんだね。お。じゃあもしかしたら今自然に立っているのが向かい方です。だいたい普段の構え方で立ってみて。OK。じゃあそれでもう一回投げてみて。いいよ。タイムレースで、そう、オッケーですね。最後につぶってやったけど、でもハマってるね。じゃあもう一回も大丈夫。じゃあ、大体踏んでるとここの辺やったやんか。19と3の間ぐらいに、この足が置かれた。っていうイメージかな。もう一回そこから。うまいね。OK。ちなみになんだけど、イメージ15と2付近かけて、そう、同じ距離で、で、真ん中で。そう、真ん中でやってみて。うん。いいよ。15と2の間ぐらいに足、右足を引いて、そう。で、別の。16と7、ちょっと立ちにくいんだけど、壁大好きっ子みたいになっちゃうけど、そのままで、目つぶって、そこに同じようにそうだね、うん、いいよ、同じようにその下に3の前に立っていきます。20の数字の下に刺さって跳ねた、うん、じゃあおそらく、振りやすいのは最初にこの辺19と3の間に立ってたから3とこの19と3の間ら辺に足を置いてると自然な振りでもまっすぐ飛ぶんだなっていうのが、うん、感覚的にあると思うから同じようにそっちのスローラインに立ってみてここの辺に右足その辺かな。今買っているお店のシートで言うとガシャあるね、うん、ここそれを踏んでいく、で、まっすぐ、うん、いいよ、目つぶってみようか。そう、目つぶってこいつなんだ、うん、ということは自然にまっすぐ実は離せれてるからおそらくないけど目のせいでちょっと補正入ってるって感じ。どっかの意識で私はここよりも左に立ってるからとか右に立ってるから真ん中にはこう投げなきゃいけないっていうような意識が働いてるのかもっていうことで、その意識なくただただ腕振ったら真ん中に行くっていう風に変えていけば楽だと思うんですね。もう投げてみましょう。後ろに変な動きを
話したいんで、そう。話
つタイミングがずれると当然なんだけど、さやかちゃんの場合はこうやって振ってるから、離すタイミングずれればこっちに行く、早ければあっちに行くっていう感じなんで、でここで離すってことは引いてる時にここに引いてるから、上がる瞬間に離してあげないと徐々にこうやってずれていくよ、うんうんうん、だから引いたら早めに離してあげることによって自分が見ている線上に矢が縦に飛んでいく。いいね、そうそう、引いて上がる瞬間に離してあげる、そう、うまいね、上手、こんなやつように覗き込んでる人ってな、このラインがブレで、こっから持っていけば持っていくほどブルからずれてるよね、うん、で、早ければ早いからこっちにまだこうなってるよね、うん、このタイミングがちょうど矢が離れたら自分が見てるラインに飛ぶよね、うん、こういう感じで遅くなればこういく、早ければこっち行く、タイミングが良ければこう、だからこいつをこう引いてこう出して引いて出してるから、この引いたら離してあげるタイミングが、引いたらすぐに上げるやんか、矢が引いて上がりだしたら離してあげるって感じ、引いて上がったなって思ってこう出してで構えたら引くやんか、引いたらこうやって上げていくと手に離れるでしょ、うん、引いたら、うんうん、引いたらのイメージで離していくだけで、上に上がる瞬間で多分勝手に開くようになってるから、それでいいと思ったよ、もう一回ちょっとやってみようか、そうだね、自分がやりやすいって感じのところいい、うまい、だから嫉妬って絶対にするもんだから、その11に外れました、6に外れましたが1本目に出てもそれは当然でも、2本目3本目と同じように動かした時に、今ブルの高さいったような高さっていうか20と3の間にいってるってことは、それが正解の振りにはなっている、ただミスショットが生まれているだから、そこは気にしない、ミスは気にしない、そうそう、うまいな、いいよ、そう、天才、めっちゃ寄ってきたでしょここ通ってる、実際自分の顎がターゲットに向いてたらそこに引いて離すだけで多分行くよ、いいよ、うまい、うん、最後嫉妬顎なのか、イメージを鼻にするのかは好き、俺は結構ここにしちゃうんです、目と目の間で結構見てるって思ってるんで、ここを合わせてそのままここを出していく、人それぞれの意識の作り方があるから、自分なりに持つといいかもね、うまい、あのうまい、うん、いいいいいい、ナイフル、それいいこう横ほつれっていうので考えるとめっちゃいいや、今の、うん、大進歩、そうそうそう、いいね、ナイスカバー、ホールドってな、うん、ってことはちょっと構えておいて、これ映り方で言ったらド変態なんだけど、こういう感じでほら顔殴らないでねって俺がお願いしてたら、多分絶対はこっちに来ます、うん、そんなイメージを持ってここに壁がありますっていう感じで、一回普通に行きましょう、いいよ、そう、でもこれが意識だね、左に投げちゃいけないって今めっちゃ思ったでしょやから絶対右に行く、だから2投目、3投目の時にもうちょい右だったなとかって考えるでしょの時って、こうならない、逆サイドに行かない、
それって目に見えてないんだけど、そういう感じの意識作っちゃってるから、だから体が反射的に避けちゃう。じゃあ逆に、ムム君ちょっと来て、はい、構えてここにしか腕通されへんやんか、っていう意識でさ、ちょっと一回取ってみて。そう、あ、怖い。極力ムム君に当たってみて。簡単に言うと、こことここに壁っていうイメージ作ってあげれば、そこに腕を通せばいいなっていうのが使うんじゃない。じゃあ、一つこのフレームが通さってみて。どう？あ、ちょっと壁取った。あ、そこです。オッケー、じゃあここに対してさ、引いたこの中の手をパッて当てみて。慣れてる。いいよ。いきなりそれでそこまで近寄るのがすごいっていうようなイメージを持って、もっと実際もっといいそういう状況ですね。これから左の方、そうそう、今度ずっと左に行くでしょ。でもここスレスレに、そう、それが実際のマッスルで、今意識ついたからもう一回そのまま投げてこっか。いいね、天才やん。さっきのみきちゃんの場合は高さのこれやったけど、さやちゃんの場合は横バージョンの腕をここに通すんだよっていうバビリに変えてあげた。どう、横ずれはもうちょい直したい。いや、ほんまに前はトリプルとか入ってたんですよ。14のトリプルとか、はい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 、にそのスティジョンみたいな感じで入ってたから、うん、じゃあ今度からはここ、こことここ、ありがとう、そう、めっちゃうまいな。ここにしか腕通されへんやんか、っていう意識でさ、ちょっと一回取ってみて。さっきまでさ、腕の振りだけにお任せしてたけど、今ちょっと目のエッセンスが、目でそこ見てっていうのにバミリがくっついたり、だから多分目でも見えてるし、体ももうそこにいるから、それが狙うっていう感覚に近づいている方法なんだけど、まあ、飛ばすことの意識さえちゃんとつければ、あとは見るだけで、案外そこで見る。さっきまで目標がなかったんです。それは目標立ててるから、体はそっちに向くし、目も自然にそこ向く、顔が向くってことはここが向くから、それが普段狙ってるイメージがしっかりそこに向くから、まっすぐ投げやすくなる。構えた時に多分せわしなくここのセンターかもしれないから、ここをもうちょっとゆっくりしてあげると思う。このペグ設定は全然そのまま残したらいいと思うから、変えていいから。